こんばんは、セイラジオのお時間です。今回もリスナーさんからの質問にお答えしていけたらなと思うんですけれども、今回質問をいただいたのはピカチュウさんですね。ペンネームピカチュウさんということで、質問、障害持ちや苦手な人にグイグイ来られると失礼ながらなぜか嫌な気持ちになります。それは100歩譲って当たり前のことかもしれませんが、自分はどんな人の個性も認め大切にしてあげたいんです。なのにこんな自分が本当に情けないです。セイラさんはどう思われますか、という、質問をいただいたんですけれども、なかなかね、具体的な質問をいただいたなと思うんですけど、なんか自分と合わない人とか、なんか嫌な人とか苦手な人って必ずいると思うんですよ。でこれは別になんか障害があるとか、なんかそういったことに限らず、その自分の価値観の外側にいる人っていますよね。なんかここちょっとわからないなとか、なんであんなことするんだろうみたいな人が自分に近づいてくると、ちょっと嫌悪感があったりするよねっていうところなんですけど、世の中ってそういう人たちで作られてるじゃないですか。なんか自分の見てる世界って、本当に何ていうかな、360度あるうちの本当に10度ぐらいしかなくて、他のなんか350度ぐらいって見えてないわけじゃないですか。でもそこが見えてないからこそ、その見えてないところを補う人がいるわけで、だからなんか自分にはない感覚を持ってる人だったりだとか、自分には見えていないところを見ている人、自分は気にしないところを気にしている人がいることで成り立っている世の中だよっていうことでもあるんですよね。だからなんか人って敬遠するものって自分の見えてる世界の外側にいる人なんですよ。自分はこう思ってる、でもあの人は違う行動をとる、だから苦手みたいな風になっていきがちなんですけど、実はその自分の価値観の中にいる人よりも価値観の外にいる人の方が自分にとっては学ぶことって多いんですよね。だから苦手な人とか、うわこの人といるとしんどいなみたいな人からの方が実は学ぶことって多いんですよ。でそれは葛藤を生んだりだとか、なんか悩みを生んだりするじゃないですか。そういう人と関わってると、なんでこの人こんなことばっかするのとか、しんどいなみたいな思うことっていっぱいあると思うんですよね。で僕自身もそうで、なんか結構やっぱ近くに、いる人とか一緒に働く人ってなると、なんでこんなことするんだろうみたいな、なんでそうしたのかがわからないみたいな人って多いんですよね。でもそういう人だからこそ近くに来てるんだろうなとも思ってて、自分の周りに自分のこと褒めてくれて、なんか自分が思うようにみんなが動いてくれるようななんか環境になった時に、自分って果たして成長するのだろうか、何か考えるのだろうかって思ったら考えないですよね。だから結局のところ、その目の前に自分が苦手な人がいてくれる、自分にとってわからない人がいるからこそ必死に考えるし、悩むし、理解しようとするわけですよ。だからその中で自分のキャパシティだったりとか器っていうものは大きくなっていくわけだから、だからこそね、そういう苦手な人っていうのが来てる存在っていうのは、あ、今自分が向き合わなきゃいけないタイミングなんだなっていうふうに僕は捉えるようにしてますね。だってそうじゃなかったら嫌じゃないもん自分がそれを乗り越えてたら、そこでグイグイ来られても嫌な気持ちにならないんですよ。それが嫌な気持ちになってるっていうことは、どこかでそこに対して許しの感覚がないんだと思うんですね。許せないことがあるんです。でこれは誰しもあるんですよ。誰しもの中に許せない感覚っていうのがあって、それを許していくっていうのが人生の中で何度も訪れるわけですよね。だから、思春期の時だったら本当髪の毛一本跳ねてるだけでそんな自分が許せないわけですよ。僕はそんな感じでしたね。もう自意識の塊みたいな感じで、もうちょっとでも頭が跳ねてたら学校遅刻してでもなんか直していくみたいな、だからそんなんでしたけど、それがある程度許せるようになってくるわけじゃないですか。そんな完璧じゃなくてもいいなみたいな許しができてきたりとかでするのって、こうどんどん大きくなっていくんですよ、そのキャパシティがね。だからなんか普段から自分がこれ何なんだこの人とか嫌な気持ちになるなっていう時って、そういう自分でいちゃダメなんだっていう逆のなんか許せてない感覚ってあるはずなんです。だから実は苦手な人って、その人を通して自分が押し殺してる部分だったりとか、自分が許せていない部分が出てきてるんですよ。で僕もそうで、なんか僕って結構その周りの人が空気読めなかったりするとイラってしちゃったりするんですね。でそれがなんでなんだろうなっていうのを考えてた時に、自分の中で空気読めないっていう自分を許してないなと思ったんです。なんか周りに自分は空気を読める存在でいなければいけないんだっていう許してない自分がいたなって。だからそういう自分が投影された相手を見た時にイラッとしてるんだなって
思ったんですね。だからその人を許すことを通して僕は自分の心を許していけるんだなって思った時に、あ、自分がイライラしたりだとかこの人苦手だなって思うものを愛していこう、許していこうって、そういうふうにこう修行していくというか頑張ってやっていこうって思ったんですよ。だから目の前の人を許すっていうことを通して自分の心が軽くなっていくっていうのが、まあその苦手な人、嫌な人が現れた時にやるべきことだなっていうふうにも感じているので、だからなんか無理にそのなんか自分はどんな人の個性も認めて大切にしてあげなきゃいけないんだみたいなふうにこう思ったって、結局のところそれは自分自身を許せていなかったらできないわけで、だからなんでこういう嫌な気持ちになるんだろうなみたいなっていうのを考えていた時に、あ、自分の中にそれを許してない感覚があるんじゃないかなとか、うん、なんかそういう視点を持っていくと、まあ、また見え方がね変わってくるんじゃないかなというふうにも思うので、ぜひですね、目の前の人を通して自分の心がどう動いているんだろうか、うん、自分の中にどういう許せていない感覚があるんだろうかっていうところと、向き合っていってもらったら違う世界が見えてくるのかなと思うし、日々重ねていくものがね、自分にこうなんていうかなマイナスになっていく、日々を通して嫌な自分になっていったりとか自分が衰えていくのではなくて、あ、自分の心としっかりと向き合ったなっていう、本当にもう 1.01 をかけていく感覚ですよね。少しでもいいからプラスっていうものを残していく、ちょっとでもいいから自分と向き合うっていう日々を重ねていくことが本当に濃い人生になったりだとか、自分の心を磨いていくっていうことになっていくので、そうやって磨いた心で人とか変われるようになってた時に、あ、自分で成長したなとか、自分って小さなことでイライラしなくなったなとか、人に対して優しくなれたなとか、そういう変化になっていくと思うので、ぜひね、日々自分の許せない人がいた時は自分の中で許せていない思いがあるんじゃないかっていう風に振り返っていくっていうのをね意識していただけたらなと思います。はい、まあこんな感じでですね、まあ、質問これからもお答えしていこうと思うので、ぜひですね、こんなことも聞いてみたいよとかありましたら、下の質問募集のフォームからですね送っていただけたらなと思います。それではありがとうございました。